京都 12R、1日、3年上2勝クラス、ダート1200メートル、出走14頭。3年目の今村聖奈騎手、20イコール寺島、が、5番人気ベンダ・バリラビア、オス4、寺島、とのコンビで、落馬フ賞から復帰後3戦目で勝利を挙げた。今年の JRA4 勝目で、同通算80勝目となった。レースは道中,中、中段からスムーズに進め、 3 4コーナーナで進出開始。手応えよく直線に向くと馬場の真ん中を勢いよく伸び2着ギーロカスタルを首差で振り切った勝ち時計は1分11秒後。今村騎手は新馬戦1勝クラスの勝ち方からも絶対にこのクラスにいる馬ではないと思い続けていましたうまく乗れないにもかかわらずチャンスを与えてくださったオーナーさん寺島先生には感謝したいと思います と話した同騎手は5月4日の新潟 6R で馬場入場後に落馬し、右足を負傷。その後、リハビリを経て先週土曜の京都競馬から実戦に復帰していた。